皆さんこんばんは、近江飛龍です。10月20日の土曜日、飛龍のインターネットラジオ題名未定。今日も皆様方の夜のお休みのお供に、ほらやっと言えた。いつも夜のお供にって言ってしまうから、今日はねちゃんと言いましたね。夜のお休みのお供にぜひとも聞いてくださいね。というわけでございましてですね、10月20日皆様方にとりましてどんな一日でしたでしょうか。今日はですねちょっとテンション上げていきたいと思ってます。10月20日イエーイ、頑張るぞ、イエーイ、夜やけど頑張るで。ちょっとテンション上げないと、よいしょ、行くぞ。ですね、まあこんなこと言えば身も蓋もないんですけれども、昨日今日明日と、舞台に出演しておりますので、朝方にこの収録を行っております。ただ今朝の9時、おはようございます。でもこんばんはです。私たちはですね、夜でもおはようございますでございます。今の分かりました？ボクシングの元会長の山根会長の真似。私たちは夜でもおはようございますでございます。奈良判定。さあ、というわけでございましてですね、私たちはただいま奈良判定で有名な奈良の御所で、公演させていただいております。別にその奈良を悪く言ってるわけじゃないですからね、あれで奈良判定が一躍全国に知れ渡ってしまったようなわけでございますけども、もうそんなこと言うたらさ、もう奈良判定は悪いですよ。奈良判定は悪いです。でも、うちの劇団見に来たら、おのずと知らずに飛龍ルールみたいなもんがありますからね。まあそれと同じのもんでしょう。さあというわけで、本日も行ってみたいと思っております。10月20日土曜日、飛龍のインターネットラジオ、まだ題名見て行ってみましょう。さあ、旬なネタちょっと喋りましょうか。ほんまにデイリーなネタですよ。ジュリー、なんとですね、昨日はドタキャンしてうちの劇団にジュリーが出演してくれたんですね。そっくりでしょあれ。自分で化粧してて途中から笑けてくるぐらい似てたもん。びっくり。また来るかもよジュリーね。えというわけで、もう本当に今話題の人になってしまいましたけどもね、埼玉スーパーアリーナですよ。確か全部パンパンに詰まると、確かね、あそこは1万2000人だったと思うんですよね。そこをイベンターの方が8000人入れますという約束の契約だったのを、4000人しか集められなかったと。でジュリーが客席の方をですね見ますと、まあ4000人っていうことだったんですけども、あの詰めとけ、前の方にね、あの詰めておけばよかったんですけれども、ポン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 空席があっちこっちに目立っていたと。じゃあこれも私、俺もジュリーと言われた男だと、若い時は、まあ今でもそうですけど、これ俺にはもうこのまま幕を開けることができない、俺には意地があると言ってですね、そのまま帰ってしまったよという話なんでございますけどもね。あのこれはね、どっちにも一理あるんですよね、これ。なかなかね難しいところですよ。どっちの気持ちもわかるし、どっちもね道理が通るっちゃ通るし、あのね悪いっちゃ悪いね。まずはジュリー側からいきましょうか。まあジュリーはあの本当にタイガース時代からもうこの芸能界のねトップを走ってきた方ですよね。で古希の祝いの70歳の記念をその全国ツアーで締めくくりたいと、
ましてはそのスーパーアリーナ、70歳でスーパーアリーナですよ、ね、そこで、わっと終わりたいんですけれども、そこで契約側と意見の疎通が違ったと。なんであんたらは8000人入れる約束やったんじゃないかと。これ見て4000人しか入ってないやないかと。ましてや客席見たらちらほらやと、あの空間はないやねんと。俺らは気持ちで動くんやと、ね、心が燃え上がらなかったらライブなんてできないんや。それやったら最初からしないよと。あんたらはちゃんと俺と契約を交わしたのに、事務所と契約を交わしたのに、その約束を果たせてないやないかと。ね、うちらはうちらでちゃんと責任は取るから、あんたらもあんたらで責任取りなさいと。じゃあ今日の公演はやめますと、幕は開けませんということですよね。まああのファンの皆様方に大変申し訳ないことをしたと、明日テレビの前で謝罪をしておりましたけれども、やはりそれはですね、やはり大スターのできることですよね。なぜかっていうと、僕らみたいにそのファンの人一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 人の顔が多分わからないですよね。だから大変申し訳ないことをしましたと頭を下げておりますけれども、不特定多数なんですよね。もう何百人何千人何万人っていうジュリーのファンが日本にはいるんですから、その人たちに向けた多数、本当に不特定多数な、本当に申し訳なかったということですね。でもこれが もしも僕らの業界でやったら違いますやんね。大変申し訳、もう大体の見に来てくれるお客さんの顔っていうのは全て把握してますから、こっちは。ですからその謝り方の違いですよね。だからそこでジュリーは本当に悪いと思っているのか、多少そう思ってるんでしょうけども、それはお客様に対しての悪いっていう気持ちが先に立っているのか、それよりも自分の意地が先に立っているかの違いですよね。そこでだいぶ話が変わってきますから。なのでね、もうそこは同じ舞台の上に立つ人間として意地という気持ちもすっごいわかります。でもそこで、幕を開けなかったというのは、僕的には反対かな、反対ですけれども、幕を開けなかった気持ちもわかります。で、今度はですね、主催者側、イベンターの方の立場にね、ついて考えてみたいと思います。イベンターはですね、まあ、今回聞きましたらですね、全国66公演でしたっけね、ジュリーの公演が。で、一つのイベンターでまとめられてたらよかったんですけども、いろいろな会社が、入ってて、最終的には訳がわからない状態だったらしいんですよね。どこの会社なのか、今回のこの公演は。で、今回のその埼玉スーパーアリーナの公演が、まあ、去る A 社としましょう。その A 社が、契約した8000人。で、まあ、自分たちの会社でそのチケットをさばくのに、8000枚のチケットをさばくのに、イベント会社というのは、本当にあっちこっちに営業を入れて、広告を載せたり、またでテレビのね、夜中にようやってますやん。なんとかコンサートでね、何月何日、ああいう宣伝にかけたりですね。また、まあ、いろんなところに行ってですね、やってるわけでございますよ。まあ、そこの営業不足だったのかも知らないですよね。でも、気持ち的に思ってるんですよ。多分、僕たちは一生懸命頑張りましたと。一生懸命頑張りましたけれども、4000枚しか売れませんでしたと。ね。でも、僕たち、にしたそれが限界ですと、もう気持ちの中で言わないですけど、こう思ってるかもしれないです。沢田研二さんのお名前で売れるのはここまでですと、それより以上に頑張らなければならないのは僕たちなんですけれども、今は頑張ったんですけど無理ですと、ですから僕たちの努力を買ってくださいと、ぜひとも幕を開けてください。これ一理あるんですよね。僕たちの大衆演劇というのは
そういうのがもう一緒くたになってるんですよ。全て劇団側で全てを処理しておりますので、全ての気持ちが分かるんですよね、はい。なぜかというと、その大きな業界、僕らもね、何回かそういう芸能界にお邪魔させていただいて、ご一緒にお仕事させていただいたんで、その中のね、あの仕組みというのはよく分かるんですけれども、もしもね、もしもですよ、僕が、新歌舞伎座とかね、明治座とか、そういうところで座長を張るとしましょう。ね。すると、1ヶ月の興行を打つわけですよね。ああいう大きいところで、マイル券の販売手売りでしてませんよね。なぜか言うたら、毎日同じお芝居、毎日同じことをするわけですから。ほぼ、リピーターの方は、もう本当に好きな方っていうのはね、本当にリピーターで多いらしいんですよ。僕が聞いた話がね、昔ね、ガクトさんがね、眠り狂四郎の舞台やってたんですよね。で、大阪の新歌舞伎座の時に全25公演だったかな、25公演で、ものすごいチケット高かったんですよ、眠り狂四郎。僕も行かせていただきましたけども、 S 席で確かね3万2000円やったかな、一番前の方で。 A 席で2万5000円だったんですよ。で、僕ら2万5000円の席座ったんですけども、ほな3万2000円の席に25公演ずっと見てる方いらっしゃったらしいです。3万2000円の席の25回、まあですから、それぐらいリピーターの方もいらっしゃるんですけども、ちょっと話それましたけどもね、客席で前売り券売らないですよね、そんな大きな劇場になりますと。じゃあどうするかといえば、直接お客様のその入りですね、入りに、あの舞台に立っている座長とか劇団は関係ないんですよ。どんだけ入ろうが、お客さんが多かろうが少なかろうが、それはなぜかと言いますと、1ヶ月いくらでこれだけのものをやってくださいというイベンターからで、イベンターからの指示がありまして、その料金で劇団が動くわけなんですね。で、その後イベント会社がどれだけあちこちに営業をかけてチケットを売るのか、もうその後の黒字はイベント会社に入ってくるわけですよ。もう劇団は1ヶ月固定給になってますから、それが大きいところのやり方なんですよ。でも僕たちは参り券を売らなければ、その月その月その月のギャラが変動するんですよ。完全に手売り制なんで。で、まあこれが全部と言うわけじゃないですよ。もしも参り券と入場料1ヶ月頑張って、まあこんなことはないですけどね、こんなことはないです、計算しやすいようにしましょう、100万円、今月はもう全部で100万円の入場料がありましたと、ね、でそこから、紹介者料を引きます。そして、劇場側と私たち劇団側が残ったお金を折半しますというやり方なんですね。なので、そのね、イベント会社側の気持ちもよくわかるんですよ。僕たちは頑張ったん。まあ、頑張った。僕たちも頑張ったんやけども、あまり儲けはないけれども、沢田さんやってくださいと。よろしくお願いします。今回のこの公演、僕たちが悪かったんですけども、ぜひとも幕を開けていただけないでしょうかと、多分土下座ぐらいしたと思いますよ。でも、沢田さん側は、いや、俺には意地があると。契約違反をしたのはそっちじゃないかと、だから俺はもう幕開けないよって言って、もうそのまま帰ってしまったということで、まあ最終的に迷惑を被ったのはファンの方々だということですよ。そういう中のことは分からないから、ファンその時にファンの方ですよ。僕らみたいにこの1ヶ月丸々やってるわけじゃないですよ。そのスーパーアリーナなんて特別なもんですよ。その日のために1年間スケジュール合わせた人もおりますし、ホテルを取った人もおりますしね、もうその人の苦労ですよ。そのチケットの値段だけじゃないんですよ。その人の思いが全部こもっている、その公演が全部なくなってしまったということなんですよね。あー、なんか寂しいね。
あの見たかった人は見たかったでしょうね、ジュリー前見たジュリーよりちょっと痩せてましたね、あのていうか謝罪してる時のジュリーってなんかちょっとジュリーの面影が残ってたんですけども、僕の目からしたらカーネル・サンダースにしか見えなかったですね、ケンタッキーフライドチキンの。でもまあ70歳、いい70歳年の取り方をしたんではないでしょうかね。もう本当に沢田研二さん、そしてイベント会社さん、そこはあまりその時はファンのことを考えずに突き進んでしまったんでしょうね。もうそこは双方で勝手にしやがれ。はい、というわけで、ちょっと私が好きなアーティストの、時間までなかったですね。ちょっとその喋る時間がなかったです。まあ好きなアーティスト沢田研二さん大好きです。私もう私の小さい時のアイドルでしたからね。僕本当に僕時代世代なんですよね。ランドセル背負ってで後ろにね毛布をね壁に貼り付けて歌って踊ってたような気が思い出がありますね。さあというわけでございまして、2018年、もうあと2ヶ月ですよ。2018年、今ふっとカレンダー見たら、うわー、平成30年終わりですよ。次の元号何になるでしょうね。もうドキドキワクワクですよ。近頃ねよくねそういうね皇室の番組を特集でやっております。10月20日土曜日、今晩も皆さん良い夢を見てくださいね。よかったら本日また夢の中でお会いしましょう。おやすみなさい。